秋の激闘ロードもついにクライマックス。今年最後の大阪ビッグマッチ、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合。盤石の強さを誇る王者組、フランシスコ・アキラ TJP に挑むのは、武士、そしてロスインゴ・ベルナブレスでハポンの新たなパレハ、ティタンのマスクマンタッグ、スペシャルシングルマッチ。バレットクラブから決別したヒクレオが、カール・アンダーソンの持つネバー無差別級王座に挑戦するはずだったが、 And November 5th when you come machine gun will tell you when I'm coming to defend my championship。 大阪でネバー無差別級タイトルの元王者のこの俺がお前とやってやるよ。これマジ。急遽バレットクラブからの刺客高橋裕次郎とのシングルマッチに変更。 I will fight Carl Anderson. Do not take the belt off of him. 必ずお前を王座から引きずり下ろしてやる。ニュージャパンワールド認定 TB 王座決定トーナメント準決勝、新設されたベルトをめぐる15分一本勝負のハイスピードバトル、来年 1.4 東京ドームの決勝戦に進むのは、インクレディブルタッグマッチ、来年 1.4 東京ドーム IWGP ジュニアヘビー級選手権試合は4人同時に戦い、勝者がベルトを手にする防衛マッチで争うことに。その大一番を前にパートナーが前日の抽選で決まる異例のタッグマッチで激突する。 IWGP タッグ選手権試合、 November 5th You House the greatest tag team in the world Top guys out。 ついに来日、今年6月スリーウェイマッチに勝利し王者となった、ダックス・ハーウッド、キャッシュ・イーラーの FTR。 間接的にベルトを失った全王者組、グレート・オーカーン、ジェフ・コブが怒りの奪還へ。 IWGP US ヘビー級選手権試合へ。じっとしてたらそれこそゲームオーバーだからね。 1.4 東京ドームの主役を目指す内藤哲也、逆転に向け王者ウィル・オスプレイと今年2度目の一騎打ち。この一打にかける内藤の9回裏、無冠から逆転ホームランなるか。